ウィリアム・ワイルドマン・シュート・バリントンは、イギリスの貴族、政治家。1740年から1778年まで、庶民院議員を務め、7年戦争とアメリカ独立戦争中に、戦時大臣を務めたことで知られる。初代バリントン主爵ジョン・バリントンと、妻アンデインズの長男として、1717 17年1月5日に、生まれた。弟に、陸軍軍人のジョン・バリントン。 法律家のデンズ、バリントン、海軍軍人のサミュエル・バリントン、聖職者のシュート・バリントンがいる。ドルストンで家庭教師のジェームズ・グラハムから教育を受けた後、1735年から1738年まで、ジュネーブ大学で教育を受けた。1734年12月14日に、父が死去するとバリントン死者の借位と父の遺産を継承した。 1738年1月に成人すると、帰国2月にイングランドに到着した。バリントン子爵の爵位がアイルランド貴族だったため、イギリスの貴族院での議席はなかった。その代わり庶民院議員になる権利があり、バリントン子爵は1740年3月に、ベリックイコールアポンイコールツイード選挙区で当選した。野党派保育党として政治障害を始めた。 バリントン施爵は1741年3月4日に初めて演説し、海岸部の選挙区に対する与党派保育等の影響力が増大するとして、海軍の艦隊に辞任を乗り組ませることに反対した。首相ロバート・ウォルポールが1742年初に辞任した後も野党にとどまり、1742年12月に年金受給者を議会から排除する議案を提出。 1743年12月にハノーバー兵への資金援助の打ち切り議案を提出した。1744年にフランスによるイギリス振興計画が明らかになると振興計画がイギリス政府の絶望だとして2月に人身保護法停止を延期する議案を提出したが、ウィリアム・ピットなど野党側の議員はバリントン施爵の演説中、 議案に反対して議場から退出した。その後、コバム派に転じ、公職への就任について相談すると、1745年1月には、リチャード・テンプルから、弟、ジョージ・グレンビル宛ての手紙で、バリントン教は、下級大倉教にならないと言ったのだから、きっとどんな教にもなれるとだろうにもなれるという意味と、言われた。前年に、フランドルへの陸軍派遣に反対したにもかかわらず、 1745年1月23日には、フランドルへの陸軍派遣に賛成した。3月にも、政府の議案を指示して演説し、1746年2月には、初代コバム子者リチャード・テンプルの要請を受けて、下級海軍協に就任、同年に1745年ジャコバイト放棄に参加していた、軍人第11代ラバト教裁門フレーザーの告訴を担当した。 また1745年10月8日にアイルランド貴族院議員に正式に就任した。1748年にオーストリア継承戦争が終結すると、ハノーファー兵1万6千人の動員を解除する議案に賛成、海軍の反給制度の創設と海軍における薬病問題の解決にも貢献した。百五十四年三月に首相ヘンリー・ペラムが死去すると、 初代入閣する公爵トマス・ペラムイコール・ホールズが公認となった。直後の1754年イギリス総選挙で、バリントン死爵は、トマス・ワトソンとベリックイコール・アポンイコール・ツイードの、議席を争ったが後に退き、次に、支持の厚いブリストル選挙区に転じようとしたが再び、退き、最終的には、プリマス選挙区に転じて再選した。同年3月に、 大倉省での官職を求めて入閣する公爵に要望を出したが、4月に旧定職の衣副長官に任命され、求めた以上のものを得て、二度と他の任命を求めないと皮肉で応じた。1755年3月11日、水密顧問官に任命された。そして、1755年10月に入閣する公爵によって、戦時大臣に任命された。 国王ジョージ二世は任命について知っていたもののカンバーランド公爵、ウィリアム・オーガスタスはあらかじめ告知されておらず、一時は問題になったこともあったが、カンバーランド公爵はバリントン死爵を信用するようになり、1762年7月の手紙で友人として署名した。バリントン死爵は、その後戦時大臣を6年間務めたが、手紙でたびたび平坦管理の煩雑さと、 汚職問題について愚痴を漏らした。バリントンが就任してしばらく経つと、ミノルカ島が陥落した。バリントンは1756年3月21日に第7不評連隊をジブラルタル駐留軍への増援として派遣しており、内閣はジブラルタルを海軍基地として死守すべきと堅持したが、バリントン施策は経験からジブラルタル総督、 トマス・フォークの派遣隊から一個大隊をジョンビング提督の機関に移した。しかしトゥーロンでのフランス艦隊も脅威になっていたため、ジブラルタル中流軍を一個大隊も減らすことはできず、バリントン死者は再び手紙を出して、ジブラルタルを守備すべきとした。現在では、バリントン死者の二つの指示に矛盾があったことを、ミノルカ島陥落の一員とした。一方、 ピットデボン社公爵内閣の組閣中、第二代テンプル伯爵は大ピットに手紙を書き、国王はエリスを戦時大臣に任命することはないと述べた。戦争中、バリントン子爵の弟サミュエルとジョンはカリブ海を転戦1759年にはグアドリュープ侵攻で遠征軍を率いていた。しかし1758年10月には、 初代リゴニア子爵ジョン・リゴニアに手紙を書き、弟の昇進が早すぎるとした。1759年6月にも、ヘンリー・シーモア・コンワエ将軍への手紙で、入荷する公爵を支持しつつ、政策での相違も厭わないとした。7年戦争の戦費は巨大だったが、バリントン死者は1761年、イギリス総選挙での資金提供を拒否した。 1761年3月12日、戦時大臣から財務大臣に転じた。そして、入閣する公爵が1762年5月に辞任した時、自分の派閥に止まるよう求めたため、バリントン死爵も海軍会計長官への任命を受け入れることができた。さらには、保育党所属の友人に対し通り党政権と手を取り合うことを勧めたという。 バリントン死者自身の言葉によると、彼は常に政府を支持するわけではないが、反対するときは必ず強い理由を持って、公職からの辞任とともに行うとした。また、他の人が辞任したから辞任するということはせず、入荷する公職が間違っている時でも彼に従うことはしないとした。第四代でボンシャー公職ウィリアム・キャベンディッシュも辞任するに至り、バリントン死者は、 彼の辞任が政権を不安定にすると憂慮した。というのも、カントリハホイック党のデボンシャー公爵や、キノウル伯爵が辞任したため、通りいい党だけの内閣では、庶民院での支持が不足しているためであり、入滑する公爵が述べた通り当確運動が盛んになった。しかし、その間にもビュート伯爵、ジョージ・グレンビル、イグリモント伯爵、 ハリファックス白爵らとの友好関係を維持した。1765年の第一次、ロッキンガム公爵内閣の組閣中、バリントンは7月17日にロンドンに戻り、ジョージ三世に対し戦時大臣への再任を求めた。26日にもチャタム白爵による組閣が取り沙汰されると、再びジョージ三世に戦時大臣への任命を求めた。 最終的に成立したロッキンガム公爵内閣においてバリントン主爵は戦時大臣に就任した。バリントン主爵はアメリカ植民地の喪失に対する責任があるとされた。1765年に内閣のロッキンガム派が同年に制定された因子法を撤廃しようとしたとき、バリントン主爵は閣内でそれに反対した少数の人物の一人だった。 その後も、イギリスの内閣は、米州植民地への強硬政策が悪影響を与え、1768年、1769年に、アメリカ人がボイコット運動を行い、イギリス東インド会社の財政が悪化したほか、1773年には、ボストン茶会事件が起きた。ジョン・ウィルクスが庶民議員への就任を求めた時には、バリントン主尺と、 陸軍支払長官のリチャード・リグビーが内閣を率いてウィルクスを追放した。その間にも議会でたびたび演説し、1761年11月から1778年まで175回の演説が記録されている。その多くが戦時大臣の業務に関連するものであり、1772年の王室結婚法など業務と無関係の議題では、 演説の数が少なかった。1775年、バリントン社策は、ジョン・バーゴイン将軍を北米におけるイギリス軍の指揮官に任命したが、バーゴインは気乗りしなかったという。この時、バリントンとバーゴインは戦略についての考えで同じ意見を持っており、バリントンは陸軍を担当したが、反乱軍を撃破するには、イギリス海軍を戦略的に展開することが、 不可欠だったという。バリントンの考えによると、大規模な常備軍と植民地貿易の封鎖を同時に行う必要があるが、郊外でアメリカ人を追い回すことはすべきでないという。しかし、バーゴインは1777年のサラトガの戦いに敗北したことで、本国に召喚された。1775年10月と1776年6月に、 庶民民から離れることを常時賛成に申し入れたが、二度とも国王に説得され、思いとどまり、1776年9月に3度、申し入れた時は、戦祖大臣に留任することを条件に了承されたが、首相のノース卿は、戦祖大臣が庶民院議員でなければならないとして、拒否した。その後、百七十七年一月から二月と百七十七年六月の二度に、 渡って同じ申し入れをしたが、いずれも拒否された。同年12月に、バーゴイン降伏の知らせが届いた時は引退の時期では、ないと考えたが、1778年3月と5月にも、庶民委員退を求め、今度はようやく認められ5月24日に、庶民委員議員から、12月に、戦時大臣から退任した。同年12月16日に公職に就任しない、 ことを条件に2000ポンドの年金を受け取った。バリントンは友人への手紙で、これまでで最も静かな、政治上の死を迎えたことを得意に思うと書いた。1781年末にルディスペンサー男爵が休止したことで、優政長官に飽きが生じると、バリントン死爵は1782年1月9日に年金を放棄して就任したが、 ノース内閣が倒れたことで4月に辞任を余儀なくされた。ノース教の公認である第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティはアメリカ独立阻止に反対していたためバリントン死爵の年金を差し控えたがバリントン死爵はジョージ3世に直に訴えジョージ3世から年金の回復を約束された。1793年2月1日に死去シュリベナムで埋葬された。 弟ジョンの息子ウィリアムが借位を継承した。1740年9月16日、メアリー・ラベルと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。